あ、じゃあこんにちは。こんにちは。あれなくなってるじゃん、メガネ。うん。なんで？あーって感じてるの？違う。チンコ触ってると思われるからやめて、それ。誰が？俺が下でチンコ触ってると思われるからやめて。キモすぎでしょ。いい、普通に何もしてないから俺より全然かっこいいよ。それはお世辞ね。いや、お世辞じゃなくて、いや、整形前の俺より100かっこいいじゃん。ないな。鼻がしっかりさ、あるからさ。いや、変わってない。いや、俺の整形前そんな鼻ないからさ。ちょっと力入っちゃうわ。緊張してんの？緊張してます。え、じゃあリラックスし、あ、じゃあ最初やっぱ緊張、どんどんもう、なんていうの、リラックスしていけばいいんだよ。はい、じゃあいきますね。パッ、あ、信じた。パッ。はい、で、今日の普通にキノコに来てもらったんですけどね、ケンデイ君、今日ですね、はい。何？何？喋ることないじゃん。自分をね、なんか疑ってる。なんか、いや、さっきからなんか自分の写りばっか気にしてんだよ、この人。ちょ、それダメだって。しょうがない、だって初めてだ。あー、そっかそっかそっか。自分の目が嫌だっつって、なんかさっきからずっとこうやってやってんじゃん、なんか。変わんないから、こんなことしても。え、顔出ししてくれるんだね、もう。はい。え、顔出ししてくれ、え、なんでなんでなんで。え、普通に兄ちゃん使って金稼ぎたいから、うんうん、いや、最悪やお前。嘘嘘嘘。違う。やっぱ性格が結構真逆だからさ。確かに。顔は似てんのかな、これ。似てないよ、絶対。似てない？絶対似てない。似てない？あ、似てない。整形したからじゃない俺。いや、違う。え、でも似てるっていう人もいれば、うん、似てないっていう人もいる。わかんないけど、多分似てないよ。なんで？どっち？どっちの顔がいい？え、俺から見たら絶対こっちなんだよ。なんで？全然あんたの方がいいじゃん、顔。いや、そんなことないって。いや、そうだよ。みんなそう思ってるよ。俺より全然あんたの方がいいよ、顔。だってそれ、無精、なん、整形し、あ、無精じゃない。え、無精してきた？最近無精した？最近してないね。してない。ちょっと前ならしちゃったとか。え、でもマジで俺したよ。ほんと？え、1ヶ月前ぐらい。夢で。夢で、夢で。どんな夢？え？何の夢？わかんない。ま、え、どんな夢か忘れちゃったけど、びっくりした、なんか。でもこれ本当の話ね。今日何やりたいかっていうと、マジ顔出してくれたから、なんかケーキ食いてえなと思って。はい。え、好きっしょ、ケーキ。ケーキは好きだね。え、好きなの？好きだけど、かわいい、かわいい、かわいい。どこが？好きだ。え？みんな好きでしょ。ええー、俺好きじゃないから。本当に？うん。ねえ、目気にしないで、そんな。え、俺と一緒じゃん。絶対整形するじゃん。いないね。え、どんどんさ、自分のさ、コンプレックスが見つかってってさ、こうやって。確かに。あ、そういうこと。うわぁ、怖え、でもまあ確かに俺はさ、鼻ずっと俺ちっちゃい頃からコンプレックスだったから、別に目コンプレックスだと思ってこなかったでしょ。いや、だからそのなんかさ、なんていうの、生きた心地がしてない目はいいと思うよ。俺ってこと？うん。死んでるってこと？うん。いや、言うなよ。いや、そういうのがいい人もいるじゃん。力入っちゃうんだって。今日これ食べたいなと思って。え、ケーキ好き？ケーキは好きって言ったじゃん、さっき。あ、さっき言ったか。うん、一応これ食って。うまっ。何？じゃあ、ブラジャー破るみたいにちょっと開けてみてほしい。開けたことないんだよね。え、ブラジャーを、はい、今日これ6本あるから6本全部食いたいなと思って。 OK？ 多分食えると思う。え、マジ？え、わかんない。わかんない。さ、そうだ、言うの忘れてた。せっかく顔出してくれたから、まあ、これからチンコも出してくれると思うんだけど。出すんじゃない、いつか。わかんないけど。何気に俺より大食いだよね、絶対。いや、そうかもね、うん、割と。え、マジの大食いの人じゃない、なんかタイプ的に。いや、でもマジではない。いや、俺より絶対食うんだよ。いや、食うと思うよ。うん、いや、だって俺動画であんだけ俺食ってるって言われてんのに、うん、それ以上に食うから。大食い企画やってほしい、一人で。俺やりたくないから。こんな並べたんだよ、いつも。うん、気にしない。すごい遠足な。でもいいね、これからなんかさ、顔見せたからさ、俺がやりたいのは垢抜けさせる的な。なるほどね。うん、やっぱまだ芋じゃん、なんか芋というかもう土に埋まってるじゃん。土に埋まってるレベルじゃん、なんか。え、でも変えたらすごくない？でも結構変わったよね、兄ちゃんも顔。あ、変わってる、変わってる。さっき前のやつ見返した時にサムネ、うん、全然顔変わってたみたいな。どんな感じだった前の顔？なんて言えばいいんだろう。ブスみたいな。いや、整形したからよ。いや、関係ない。え、どう、実際出してみて、なんか。え、撮ってたけど違う？違う。あ、嘘。もっと上手くできてたイメージなんだよ、俺からしたら。緊張するんだって。昨日ちょうど動画出したけどさ、
誰かに似てるってコメントあったね。どうする？サングラス外して実際見てみたら、あれ理想とちげえじゃんみたいな。絶対そうなる。俺がわかるもん。いやいや、そんななんで普通、え、普通っていうか別にいいって。これ出さない方がこの人に似てるって書いてあった。うわ、全然違うわ。それはハードル上がる。やばいね。え、だって書いてある。ちょ、ダメだって。別になんか自分の顔自信持ってよ。自分なんかさ、人生相談みたいなっていうか、ちゃんとやろ。気にしすぎて時間経ってんだけど、もうめっちゃ。そうね、じゃあもう一…いや、なんもない。何？もう一回って言った今。慣れてきた、やっと今。ああ、そういうこと。もう一回やり直したい、最初のとこ。いやいやいや、直したい。じゃあ最初並べてなかったところを、うん、取り直したかった。ああ無理。え、本当？え、じゃあ早速ね。はい、もういいじゃん、これから最初同点みたいな感じよ。さす、あ、じゃあ経験人数何人ですか。経験人数は、うん、え、これさ、ゼロって方がいいよ俺。いや、なんで、いや、ゼロじゃないんだよね。はいはい、え、何、じゃあ言っていいよ。何、え、ゼロじゃないなら何。まあ、いいや、いい、いい、この質問いいや。早く。いただきます。じゃあ、1っていうことで、じゃあ、はい、知らないけど。え、もう一気に食っちゃうよ、もう記念なんだから。もうフォークとか使わずに。あ、そういうこと。いただきます。はい、やばい、めっちゃ崩れる。うまっ。うまいけどめっちゃ汚れるこれ。あ、嘘。うん、え、じゃあこれ全部食ってほしい今日。え、俺できるぐらいなら多分分からんけど。あ、全部食えちゃう。もうこれ食えちゃうんじゃない。たまにご飯一緒に食うじゃん、なんかこっち来て。めっちゃ食うよね、普通に。食うよ、食う。いや、なんかでもガリガリじゃん、なんか。じゃ増えないんだって。ガチな痩せて、あの大食いの人かな。あの、そういう人いるじゃん。いただきまーす。スリー。あー、綺麗なやつ食べてみたい。手垢ついてんの食いたくない、なんか。さっき手洗ったけどね。あー、絶対こっちの方が美味しいと思う。ほんと？うん。あ、確かに、うまいわ。ガキじゃん。え、普段めっちゃ面白いじゃん。ハードル上げんの、マジで。違う、これさ、私生活めっちゃ面白いじゃん。どこが？え、会話が。あなたすごい面白い人じゃん。会話しないのに。あ、違う、それを出してほしいっていうか。動画で？うん。力抜けきれない。うん。じゃあ抜いてきていいよ、もう。今から？うん。ちょっと行ってくるわ。まあでもさ、おかん、仕事ないじゃん今。だからなんか俺のサブチャンネルを更新してもらおうかなと思って。はい、確かに。え、やる？やりたい。え、自分で撮って。自分を撮らなきゃいけない。当たり前じゃん。誰撮んの。え、兄ちゃんじゃないの。違うよ。嘘。自分で喋って自分でやるんだよ。そんな意味ないじゃん、俺撮っても。まあ言うてさ、お金もらえるわけじゃん。それを全部自分のもんにしていいって。何ニヤニヤしてんの。いや、ちょっとやる気出てきた。質問したいなと思って。でもこれさ、うん、映さん方がいいよね。映さないよ。じゃあ、え、たくさん食えるとこ証明してほしい。無茶ぶりやね。え、早食いタイプじゃない。あ、早食いじゃない、全然。あー、遅食い。うんうん。え、俺顔似てんのかな。え、ちょっとなんかコメント欄で教えてほしい。顔似てんのかな、俺って。え、名前なんだったっけ。シュウヤ。あ、シュウヤって言うんだ。え、ちょ、え、マジの方で。マジの方だと。あ、違う違う、あの、俺忘れてたから名前、あんたの。誕生日も知らないし。嘘つき。あ、いや、知らんかったね。それ9月とか言ってなかった。うん。で、しかも年齢も知らない、俺。嘘でしょ。何歳？ 20 歳ぐらい。20歳ちょうど。大学3年生ぐらい。3年生。ああ、合ってんだ。あれない、拭くやつない。手めっちゃ汚い。いいって、もうそのまま食えば。汚いじゃん、普通に。え、じゃあ俺の動画見てどう思ってんの。え、やばいよ。ずっと俺、こいつマジかって思った。キモい。毎回吐き出してるやん、絶対。それがね、ちょっとキメ。キメえ。でも俺も言えないぐらいキモいんだよな。じゃあ自分をイケメンと思ってますか。思ってたらこんな撮影に時間かかんない。え、マジでうぜえんだけど。なんか4時ぐらいからやりだして今もう7時なんだけど。いや違う、それはいろいろあったからじゃん。いや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 、え、自分の顔をさ確認すぎてさ、うん、この髪違う。やだ。なんか目がおかしいとか言ってさ、目引っ張ったりしてたじゃん、こうやって。ね、何それ。え、目が嫌なの、自分の。焦点が合ってないってこと。焦点合ってない。
プラス薬物やってるからじゃないですか。マジでやってない。あ、なになになに、確認したらさ全然違うわけ、あの自分の想像してる顔とね。でも最初俺もそうだった、なんか鏡で見る顔と違うじゃん。確かに。それでうわなんか上げたくないなと思ってたけど、慣れちゃう目がやっぱ。あ、ほんと全然何も違和感ない逆に。いやもう鏡と一緒、見慣れたら。まあだから見慣れてないだけなんだよ。ハゲてる俺。うん、ハゲてる。いやめっちゃハゲてる。ハゲてる。俺も遺伝だって。あーやっぱそうなんだ、うん、いや俺もハゲだから結構ね。なんかなんだろうね。だっておじいちゃんの方両方ともハゲてるじゃん。まあ確かにハゲだしさ、社会不適合者でさ、ADHD でさ、なんなら自閉症じゃん。なんかなんていうの。なんか悲しいや、なんか確かに。まあでも前回のコメント欄であったのは、現代人はある程度そういうのは全員持ってるってって思わないと強く生きれないから。確かにめっちゃ粉つぎだよここ。やば。こっかそれなんで。性癖は何ですか。そう、そういう質問は。何性癖何、逆にさっき聞いて。あ、俺、うん、え顔面騎乗位とか。マジな話していい、うん、マジな話は、え、本当に手縛られて、足を縛られて、じわじわ攻められたい。キモええ何かわいそうだから、スキップしてあげるよ。確かに。え、じゃあ経験人数何人ですか。経験人数、うん、えって何、ヒクヒクしてるじゃん、なんかヒクヒクしてるじゃん。もういいよ。悪い悪い。ええ何、経験人数は一人です。性欲は俺の方が強いのかな。絶対そうだね、そう思ったわ。俺が出てってほしい時だけホテル行ってもらってんだけど。あ、そうそうそう。いや俺一人好きだからさ、結構ストレス溜まんだよマジで。なんかあなたのことは嫌いとかじゃなくて、一人暮らしがいいからさやっぱ。いやでも分かるよ俺も。なんか誰かというと一緒に居すぎるとストレスが溜まるから、まあ言うてここに泊まる時もあるわけじゃん、うん、そういうのはなくない。俺別に何もないよね。いやあるよ。いやあるぞ。え、どう、何あるある。そういうことしてないのは俺がホテル行ってる日だからじゃないの、うん、いや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 違うよ。一緒に暮らしたくないからだよ。いや嘘つけ。いや本当だ。いやマジでしてないよ。でも本当？いやじゃあでも一緒にいる限りは何もないでしょ別に。いや何もないと思うけど、うん、ここに来てどうすんのそういう部分は。いやここに来て、うん、なんかいろいろありすぎて全く性欲ない。本当に全然ない。え、だから遊びに行ってきていいって。だからじゃあ遊びに行くよ。今日の夜遊びに行ってきてマジで。そこら辺クラブ行けばいいってだから。クラブどこにあるのか分かんないって。いやあるって。ああ、どうなんだろうね。クラブ一人で行くってマジでつわものだと思うから。ついて行ってもいいけどさ、うん、俺はなんかクラブいるって思われたくねえからですから。印象悪いよね。盗撮されたくないっていうか、まあいいんだけど別に盗撮されても別に行っててもいいじゃんって言うだけだから。で弟と行きたくないんだよな、まあ。いやでも兄弟は行きたくないもん。行きたくないんだよ。絶対行きたくない。わかる。じゃあ逆に何かあるかな。俺に質問ある、なんか逆に。なくね？何があるの？仮にさ、もしさデートとか行った時にさ、何質問すんのっていうの。いやでもじゃあなんか兄弟で質問することないやん。答えるってこの動画だけじゃん。普段喋りかけても全然喋ってない。うぜえな、もだって喋りかけられすぎて。うぜえもん。いや冗談。一番無難なやつ、好きな食べ物は何ですか。最近ね寿司好きになってきたんだよ。前からじゃないの。前から好きだけど、いやなんか高い寿司。成金ぶってるわ。成金ぶってんじゃなくて成金なんだよ。確かに成金だね、うん、パンダコタっているじゃん、うん、美味しい店を行きまくろうっていうのをやってる今。マジで、うん、ここら辺の。だから教えてあげるよ。金ないんだよ。じゃじゃじゃ連れてってくれないと。連れていかない、連れていかない。いやだって俺が払わなきゃいけないもん。一人3万ぐらいさかかったとして、俺だったら3万でもまだいいじゃん。前が来ただけで6万になるんだよ。いやマジ高いって。だからそれを自分で稼いでって思ってんの俺は。いいじゃんそっちの方が、なんかモチベーションになるじゃん。ちょっと待ってくれ。ん？くどすぎて頭痛くなる。俺のこと結構けな、なんかいじるじゃん、なんか。いや、まあ、いじる。今の状態じゃなくて、昔？え、そんな俺やばいっけ？いや、やばいよ。え、何がやばいの？え、でもなんか運動はしてたんだよね、自分で。はいはい、ああ、確かに。え、マッチョだったもんね、前。
もっと。あ、そうだね。プロテインめっちゃ買ったもんね。もっとでかかった、ね。あ、型よかったね。確かに。じゃあ一つ目、俺のヤバいエピソード教えて、なんか。一つ目、ジム、バイト以外家出ない。で、それのせいで会話がないじゃん。部屋にこもってるわけだから。あ、自分の部屋に？そう。だから、まあ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 。でも、うん、いつも英語は聞こえてくるから最悪恥ずかしいは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 い、日本人とはコミュニケーション取らないから、ね、いわゆる意識高い系みたいだったの、ちょっと。そう、確かに接触してる時あるじゃん一回も喋んないから分かんないえ、その時喋ってなかった？俺喋ってない。え、マジ？本当に。え、マジ？そんな、こんな明るくなかったもん暗すぎる。あー、ネクラ？ネクラではあるから。ネクラだね。いや、そうだったらだいぶ変わったね。か丸くなった、丸くなったというか、優しくなかったでしょ、まず。優しくなかった。なんか、うざい、うざくね。うざかったでしょ、結構。反抗期あった。あった、あった。だから、それ、その時に、物投げれたんで。あった？いや、俺なかったよ。あったよね。思い出したもん、それ。今、反抗期あったよね、俺って。なんか、すげえ、さ、お父さん、お母さんに、なんか、立ち向かってた思い出ある。今考えたら申し訳ないんだけど、何が楽しみ？これから。何が楽しみ、うん、いや俺がやってほしいのはやっぱ外で食いに行く動画って俺撮ってみたいんだよ。俺その時に画面裏にいてほしい、出なくていいから。なるほどね。やっぱ一人でさ外で食っててもさ面白くないじゃん。なんか俺、もうちょっと待ってこれ普通に汚いっていうか、ああ、はいよ、悪いけどさ、うん、もうなんか今金のことしか考えられないんだけど